コラシンは、モンテネグロ北部の町及び、基礎自治体で、2003年現在の人口は市外で2989人、基礎自治体全体で9949人であった。コラシンは、非公式ながら、モラチャ地方の中心都市である。コラシンは、要塞集落で、17世紀中バオスマン帝国により、肉質なヒアの村として発展した。 コラシンの名称は、ミロシ大公が亡くなりその息子とドールに引き継がれたことが、スルタンの布告2565年に言及されている。トルコ化される以前の村の名称もコラシンで、その名が引き継がれた。1651年、ガブリロ大主教は、ザフムスコ教区、ニクシッチ教区、プラナ、コラシノビチェブス、モラチャオ、オストログの聖バシルに割り当てた。 1667年からのある文書では、コラシン周辺の正教の住民は、コラシノビッチと呼ばれ、組織化され尊重されていた。コリセネビクとつく名字は、歴史的な資料からこのことと関連している。地名となっている、コラシンもこれと関連していると考えられ、名称の起源は明らかでないが、コラシンの集落を成立させた、スラブ人君主コラシン公にちなむと考えられ、 交渉伝承などで受け継がれ影響が与えられていた。ベルリン会議により1878年にコラシンは正式にモンテネグロの一部となった。ベルリン会議以前にオスマンとモンテネグロとの間では激しい戦いが行われていた。モンテネグロ公国に移行後、モンテネグロ王国を経て第一次世界大戦後、ユーゴスラビア王国の一部となる。 ベルリン会議後、モンテネグル人民軍が創設され1916年に起こったモイコバツの戦いでは、オーストリア・ハンガリー帝国の軍を破っている。第二次世界大戦では、コラシン周辺は再び困難な状況に見舞われ、破壊され人的にも大きな損害を被った。 1943年9月15日と9月16日に、モンテネグロとボカの国家反ファシスト委員会の最初の会議が、コラシンで開かれ544人の大議員が、モンテネグロ中の地域から参加し、モンテネグロの再検索などが話し合われた。戦時中、コラシンは重要な都市となり1941年から1944年にかけては、 ドイツやイタリアから18回も爆撃を受け、最終的に1944年12月29日に町はモンテネグロの軍隊により解放された。コラシンはモンテネグロの山岳観光の中心地の一つである。ザブ略はより魅力的な目的地と考えられるが、コラシンは道路や鉄道でよりアクセスしやすくなっている。コラシンは ビーエラシサ山とシニアイエビナ山のふもとに位置し、スキーを楽しむのには、良い環境である。またコラシンは、標高954メートルに位置し、空気も良い。ビオグラデシカ国立公園は、町の周辺部に位置し、上質な観光地となっている。コラシンには、アドリア海沿岸部とポドコリツァ、モンテネグロ北部、セルビア島を結ぶ欧州自動車道路65、 80号線が通っている。また、ベオグラードバール鉄道の駅がある。ポドゴリザ空港からは80キロメートル離れている。ありがとうございます。